BTX マザーボードウィキメディアコモンズには BTX マザーボードに関するカテゴリーがあります。BTX 採用 PC の内部ウィキメディアコモンズには BTX ケースに関するカテゴリーがあります。BTX は2003年にインテルが提唱したデスクトップパソコン用マザーボード形状及び本体ケースの規格。当初は ATX 規格の後継と位置づけられた。 規格が提唱された2003年当時は CPU の高クロック化、消費電力の増加に伴う発熱の増大がパソコンの高速化にとってボトルネックとなっており、これ以上の高速化のためにこの熱処理の問題を抜本的に解消する必要をインテルは考えていた。ATX を元にしているが、あえて従来規格との互換性をある程度切り捨て、 レイアウトを大幅に変更した。熱処理対策のためケース内全体の空気の流れを考慮した設計にされている点と背面端子が ATX の左右逆側にあるのが特徴となっている。メモリスロットや電源端子などマザーボード上のあらゆる端子が平行に配置されるようになっており CPU やグラフィックボード、チップセット、 メモリといった発熱量の多いすべてのパーツを前面に大型のファンを一つ取り付けることで一気に冷却することが可能となっている。自作パソコンでは主に本体ケースと CPU クーラーの干渉に注意する必要があった。しかし BTX に対してほとんどのマザーボードメーカーは当初から冷ややかな見方をしていた。当時インテルが推し進めていた。 高発熱 CPU の冷却効率を上げるためのインテル社の都合による企画変更という趣が強く、またこのような見方が大勢を占めていたためである。ライバルである AMD からも指示は得られなかった。また、ケースのメーカーからも指示は得られず、自作パソコン向けの BTX 対応ケースの発売も低調なものであった。さらには、 熱処理問題の限界点がいよいよ見えてきた2005年になると今度は製造プロセスの微細化やマルチコアなどによって CPU の消費電力発熱を抑制し高速化を図るスタイルへと CPU の進化の方向性が変化していくこれによって ATX でも CPU の熱問題がある程度まで解決されたことからあえて互換性を犠牲にしてまで BTX を導入する必然性はなくなり、企画の存在意義自体があやふやなものになってしまった。発表当初は対応製品がある程度市場に出回ったが、収束した現在では対応製品の流通はごくわずかである。ゲートウェイのデスクトップ PC やデルのサーバデスクトップ PC など一部メーカーではしばらくの間採用されていたものの提唱元である。 インテル自身が、インテルコア2の登場によって、低消費電力、低発熱 CPU をメインストリームとするようになり、2007年度より、BTX 対応マザーボードの製造を行わない、ことを表明し、製造を打ち切った。2009年頃には、デルのサーバデスクトップ PC では独自で、BTX 規格に似た構造の製品を、インテル製、CPU 製品。 AMD 製、CPU 製品問わずに製造している。独自規格であるため市販された BTX 規格準拠製品との互換性はない。これらのデル製品のうち一部のモデルでは一歩踏み込んで、ハードディスクの冷却までも行うようになっている。富士通の PC サーバーでも、同様に静音化のために、あえて ATX から切り替えている。 ベルディメンション C521 マザボ。ありがとうございます。